三室線で駅は、大韓民国ソウル特別市松白山室本堂に、ある、ソウル交通公社2号線の駅。駅番号は、相対式ホームに面2線を有する地下駅で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口は2カ所あるが、両方とも内回り、外回りホーム別々に設置されており、改札内でのホーム間の移動はできない。 化粧室は改札外にある。エレベーター完備。出入口は1番から8番までの計8カ所ある。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。高層アパートが立ち並び、南側には繁華街が広がる。新川駅の駅名に対して、朝浦区にある同じ2号線の新村駅と発音が似ていて、紛らわしいことや住所表示の変更で、 新川道ではなく、山室本道に所在するようになったことから、区議会において解消が定義された。その結果、新川を韓国語固有う語に置き換えた、セネを付け、山室セネ駅に決定した。駅名の解消は2016年12月15日からで、あったが、校内の案内表示の変更は、同年12月29日に完了した。なお、中国語での正式な表記は、 産出進化はとなっている。ありがとうございます。